一条楽、立花マリカを見かけなかったか？いや、別に見てないぞ。そうか、おかしいな。確かにこっちに来たはずなのに。あのれ、立花マリカめ、今日こそ捕まえてお嬢への暴言の数々を詫びさせてやる。言ったぞ。教宅の下というのは意外と広いのですね。ったく、毎度毎度教室で騒がれても困るしな。今回だけだぞ。かばってくださってありがとうございます。さすがは楽様ですわ。で、今度は何をやらかしたんだ？特に変わったことはしてませんわよ。桐崎さんへの正直な印象をお伝えして、つぐみさんのプロポーションを直に触って確かめさせていただいただけですわ。わざとつぐみで遊んでんじゃねえか。かばって損したぜ。あら、つぐみさんは面白い友人だとは思ってますわよ。一応友人って扱いなんだな。仲が悪いと思ってたからちょっと意外だぜ。向こうはどうか知りませんが、私は嫌いではありません。こうして同性の方と追いかけっこやかくれんぼをするのも楽しいですしね。ほどほどにしろよ。あいつを本気で怒らせたらマジで怖いぞ。あとは宮本さんともお近づきになれればいいのですが。そういえばお前が宮本と話してるところはあんまり見てねえな。何かいいきっかけがあればいいんですけど。まあ、小野寺たちとつるんでいれば接点はできるだろう。そうですわね。焦らずに行こうと思いますわ。ラク様は聞きましたか、あの話を。あの話？なんだよそれ。あの話ですよ、あの話。怖くて震えちゃいますわ。助けてラク様。おっと、ラク様も引くのが早くなりましたわね。悔しいですわ。ちょっと、何どさくさ紛れに抱きつこうとしてんのよ。あの話って何の話？あら、お二人ともあの噂を知らないんですの？噂？ええ、語るも恐ろしい学校七不思議の一つ。え？噂ってそっち系の話？そういえば最近いろんな噂が飛び交ってるよね。急にどうしたんだろう。あ、私そういう話ってあんまり好きじゃないのよね。じゃあそういうことで。そう、それは美術部のとある女子生徒が目撃した話。なんで私の耳元でささやくのよ。語るも恐ろしいとか言っておきながら結局語るんだな。彼女は絵画コンクールのために毎日遅くまで学校に残って絵を描いていました。その日は最後の仕上げをするため、先生にもお願いして最終下校時間を過ぎても作業を続けていたそうです。目の前には自分の絵と教卓の上に置かれた胸像。すっかり夜も更けた中、女子生徒はただ一心不乱に筆を走らせていました。キャンバスを撫でる筆の音だけが響いていた。そんな時、ふと手を休めると背後から聞こえたのです。うーうーと誰かがうめくような声が。音が気になった彼女は後ろを振り返り、
そしてそして見てしまったのです。赤い涙を流しながらうめく恐ろしい顔をしたモナリザの絵を。自分で語っといてそのリアクションはおかしくない？いえいえ、このモナリザの声を聞いた生徒は他にもたくさんいるんですよ。そんな怖い校内を一人で歩くなんて無理です。これからはずっとそばにいてください。お前本当は怖くないんだろう？そんなことないですよ。私だって立派な乙女、お化けの一つや二つちゃんと怖がりますわよ。怖がる女の子はお化けを一つ二つとは数えねえよ。普通はこうなるんだ。私はマリカの話なんか信じてないし、全く怖くなんかないわよ。こんな子供だましでビビるのなんて、ここ子供だけじゃないの？ちとけちゃん、まずは涙拭こう。ではラク様、そこまでおっしゃるのなら近いうち二人で肝試しに行きましょう。そこで私が正真正銘の怖がりだって証明してあげますわ。 200% 嘘くせえけど、どうすっかな。肝試しね。まあ、別に構わねえよ。約束ですわよ。ちょっと、何勝手に話を進めてるの。ラクもそんなバカなことに乗っかる必要ないわよ。いいえ、これは私とラク様の問題ですわ。霧崎さんは教室の隅でプルプル震えていれば良いのです。なんですって！いちいち喧嘩すんなよお前ら。そもそもうちの高校にモナリザなんかあったかな。ったく、油断も隙もねえなお前。一緒に買い物になんか行くんじゃなかったぜ。ケチケチするな。お菓子の一つや二つとお揚げの10枚や20枚買ってくれてもいいではないか。そんなに買ってたら家計が持たないだろうが。ったく、菓子もお揚げもたくさん入れやがって、売り場に戻すのも一苦労だったぜ。だっていっぱいお菓子があれば楽とゆっくり食べれると思ったのじゃ。よかれと思ってやったのに、こんなに怒られるとは思わなかったぞ。おいおい、泣くなよな。泣いてない。ったく、キツネの妖怪だなんて言ってもまだまだ子供だな。一つくらい買ってやってもよかったか。ん？なんだこれ。うっかり豆腐の極み？で、これって1枚500円もする高級お揚げじゃねえか。ふふん、数々のお菓子と普通のお揚げは目くらましじゃ。恐れ入ったか。やられた。こっちが本命かよ。ヤクが一生懸命棚に戻して回っている間にカゴの奥底に隠しておいたのじゃ。完全に化かされたのラク。わらわの方が一枚上手じゃ。こいつは俺が食うから、お前は夕飯なしな。それは卑
さて、お玉が言ってたふわとろお揚げも無事買えたし、そろそろ帰るか。嫌ですわ、触らないでください。ん？この声。いいじゃんいいじゃん、俺らとちょっと楽しいところに行くだけだし。君みたいな可愛い子放っておけるわけないでしょ。はあ、面倒なことになりましたわね。やっぱり立花か。変な奴らに絡まれてるみてえだけど、どうしよう。で、考えるまでもね。おー、マリカ、こんな場所にいたのか。ん？ラク様？勝手にいなくなるなって言っただろ。ほら、行くぞ。いやー、兄さん方もすみませんね。俺の連れが迷惑をかけたみたいで。そんじゃ、さよなら。ラク様が私を恋人のように扱ってくださって、こんな幸せなことはありませんわ。うわ、バカ野郎、ここは話を合わせるとこだろうが。なんなら今から本物の恋を始めてもいいですよ。ウォーミングアップはできていますから。お前状況わかってる？なんだよお前、俺らに嘘ついてたのか。しょうもねえ手を使いやがって。嘘ではありませんわ。私とラク様はこれから真の恋人関係になるんですから。ああ、もうよくわかんねえけど、君みたいな可愛い子とそのヒャラヒャラ君は釣り合わねえよ。俺らみたいながっしりしたタイプの方がいいと思うぜ。ラク様とあなた方では太陽とミジンコほど違いますわ。少しわきまえてくださいませ。なに？なんで喧嘩売ってんだよ。だってこの人たちがラク様をバカにするものですから。せっかく助けに来てやったのに、事態をこじらせてどうするんだお前は。ラク様のことを一番に考えるのが私の使命ですわ。こら、腕に絡みついてくるな。おい、何二人でイチャこいてんだ。ふざけやがって、一発ぶん殴らなきゃ気が済まねえぞ。うわ、待て待て、暴力は良くないって。うるせえ、こら。失礼。あ？皆さん、よろしくお願いします。突入、マリカお嬢様を至急起こせよ。うおぉ、げっ、なんだいつら。うわぁ、お助け。すげえ、あっという間に駆逐しちまった。介入をお許しください、お嬢様。お怪我はありませんか？問題ないわ。一条様も危ないところをありがとうございました。いえ、こちらこそ。あまりお役に立てなくて。ねえ、聞いて、本田。先ほど、ラク様が私のことをマリカと呼んでくださったんですよ。しかも、颯爽と現れて、私を守ろうとしてくださったんです。その姿は、さながら白馬の王子様。私、つい舞い上がってしまいました。そのおかげでややこしいことになったんだけどな。分かってんのかお前。ええ、こんな風にラク様に助けていただけるならいくらでもナンパされますわ。だからまたマリカって呼んでくださいね。今度は黙って恋人のように振る舞いますから。全然分かってねえし。ったく、結局問題は本田さんが片付けちまったし、別に俺が出ていく必要もなかったみてえだな。そんなことありませんわ。私、すっごく嬉しかったですもの。今も胸のドキドキが止まりません。ありがとうございます、ラク様。
まだ7時前じゃねえか。こんな時間に電話なんて一体誰だよ。もしもし。おはようございます、ロク様。その声、立花か？朝早くからどうしたんだ？実はとても困ったことがありまして、今すぐラク様のお力を借りたいんです。困ったこと？はい、この事態はラク様なしには解決できないのです。どうかお願いします。よし、わかった。あら、詳細は聞かないのですか？動物たちを捕まえてもらった時に約束しただろ。困ったことがあったらいつでも俺に言えって。なんであろうと、俺にできることなら何とかしてやるよ。さすがはラク様です。では今から来てほしい住所をメールで送りますから、そちらで合流しましょう。おう、すぐに行くからな。楽しみにしていますね。それではまた後ほど。楽しみに？メールでもらった住所はここで合ってるよな。こんなところで一体何を困ってるってんだ。まあ、なんとなく展開が読める気もするが。ラク様！おう、立花、お前大丈夫なのか？はい、何がですか？何がって、なんか困ったことがあるから俺を呼んだんだろ。ああ、そうです、そうです。私大ピンチだったんですよ。なんだその微妙な間は。もしかしてお前騙したのか？そんな、ラク様に嘘なんてつきませんよ。私本当にピンチだったんです。週末をラク様と一緒に過ごせないと考えたら、寂しさのあまり死んでしまうところでしたもの。まさかお前。というわけで今日はデートをいたしましょう。やっぱりそれが目的か。ダメだダメだ、俺はそんなつもりで来たわけじゃないぞ。何でもしてくださるって言ってくださったのに、あのお言葉は本心からではなかったのですね。おい、こんなところで泣くなよ。周りの人に誤解されちまうだろうが。では一緒に来てくださいますか？ああ、行く行く、どこへでもついてってやろう。それじゃあ早速遊びに行きましょう。嘘泣きかよ！ったく、さっき俺には嘘つかないって言ったばっかじゃねえか。ほら、早く早く、一日は短いんですから、急がなくては。ああ、おい、引っ張るなって。レッツゴーです。はぁ、仕方ね。約束は約束だしな。今日は一日、立花に付き合ってやろう。ほら、そんなにひっつくなよ。うまく歩けねえだろうが。だってこうしないと濡れてしまいますもの。俺がそっち側行くから、普通に歩けって。キャー、黒いですわ。ラク様、助けてください。おい、無理やり抱きつこうとすんな、周りに迷惑だろ。だってここなんだか薄暗いんですもの。そりゃまあ深海魚コーナーだからな。こうしてラク様にしっかりと捕まっていないと、きっと腰を抜かしてしまいますわ。ほんとかよ。あ、つまずいてしまいましたわ。こら、どさくさに紛れて押し倒そうとすんな。で、それはさすがに無理があんだろ。ここのマスコットキャラクターだし。
ラク様、次はあっちのペンギンコーナーに参りましょうか。それとももう一度白熊さんにご挨拶してきましょうか。待て、少し休憩させてくれ。ほら、お疲れですか？私はまだまだ平気なのですけど。何かあるたびに全力で抱きつかれてる俺の身にもなってくれよ。嬉しくないですか？そりゃ悪い気はしねえけど。ではいいじゃないですか。今日はお邪魔虫もいないし、ずっとラク様の腕を抱いていたいですわ。勘弁してください。さて次はどこに行きましょう。大きな水族館ですので一日遊べてしまいますわ。ずいぶんとはしゃいでんなお前。だって水族館に来るの初めてですから。え、そうなのか。なんか意外だな。まあもともと友人は少ない方ですし、それでも何度か誘われたことはありましたが、その時はずっと我慢していました。我慢？なんで？初めて来る時はラク様と一緒と勝手に決めていましたから。あ、俺と？昔私の部屋でラク様が水族館のお話を聞かせてくれたのを覚えていますか？その時いつか二人で一緒に行こうと誓い合ったんです。すまん、正直全然思い出せねえ。本当に些細な会話でしたし、覚えていなくても無理ありませんわ。でも私にとってはとても大切なラク様との思い出です。なんで子供の頃の思い出をそんなに大事にしてくれるんだ。これっぽっちも立花のことは覚えてなかった。俺なんかのために。ラク様？どうされたんです？よし、体力復活。次行くぞ、立花。え？あ、もたもたすんなって。いきなり何を？せっかく水族館に来たんだ。楽しい思い出をたくさん作って帰ろうぜ。お前が我慢してきた分、思いっきりな。もう、またそうやって私が嬉しくなるようなことを。不意にドキドキさせられて困るやなかね。あ、今のは忘れてください。今のって方言か？そんなに恥ずかしがることねえのに。せっかくラク様にふさわしい理想の女性になるために言葉遣いも勉強しましたのに、ちょっと取り乱すとすぐ昔の喋り方に戻ってしまって情けないですわ。そんなに気にすることか。俺は今の喋り方も昔の喋り方もどっちも可愛いと思うぜ。え？可愛いですか？ああ、それになんか懐かしい感じもするしな。ラックンがそげん言うとやったら、今日だけは子供んときんごとあんときんごとマリーち呼んでほしか。それで昔んごと遊びたか。お前が望むなら構わねえよ。ラックン、ありがとう。あ、じゃあ行こうぜマリー。うん。はあ、遊び倒したな。さすがにクタクタだぜ。マリーは大丈夫か？もうラク様は心配しすぎです。私そんなに貧弱ではありませんわよ。それにこんなに思いっきり遊んだのは久しぶりですから、楽しくて疲れなんか吹き飛んでしまいましたわ。それならいいんだけどな。今日はとても楽しかったですわ。付き合ってくださってありがとうございました。
いつの間にか立花は平常運転だな。俺だけマリーって呼んでたらちょっと恥ずかしいじゃねえか。ラク様に親愛を込めてそう呼ばれるのは嬉しいですけど、ここからはアトラクションではなく、ちょっと大人の時間を楽しみたいですわ。大人？周りを見て何か気づきませんか？周りって、うわ、右も左もカップルだらけじゃねえか。それにどいつもこいつもそのキスをしています。恥ずかしげもなく言うなよ。私たちもそこの噴水の下で一休みしませんか？休むんだったらこんな恥ずかしい場所じゃなくて向こうのフードコートでもいいだろ。すみません、私もう体力の限界でこれ以上遠くへは歩けませんので。さっき疲れが吹き飛んだって言ってたじゃねえか。早く行かないといいスポットが取られてしまいますわ。急ぎましょう。やっぱ元気だろお前。ラク様、早く早く。ったく、わかったよ。どうせ言い出したらテコでも動かねえんだろ。ラク様も私のことがわかってきたみたいで嬉しいです。立花が満足するまで付き合ってやろう。ご存知ですか、この水族館にはカップルにまつわるある伝説があるんですよ。ラク様、なんだかわかります？その通りです。さすがはラク様、よくわかりましたね。ここでキスした二人には永遠の幸せが訪れるそうですよ。私も女の子らしくこういったお話には憧れがあるんです。もちろん相手はラク様じゃないと嫌ですけど。ラク様はこういった話は信じられますか？それは良かったですわ。ねえラク様、本当に幸せになれるかどうか試してみませんか？ラク様は少々鈍感ですから、はっきりと申し上げますが、私今日の終わりにもう一つ思い出が欲しいのです。二人が幸せになれるような特別な思い出が。ここまで言えばお分かりですわよね。私が今何を求めているか。私が求めているもの、お答えになってくださいラク様。はい、その通りです。ラク様、私とキスしてくださいませ。こんな日が来るのをずっと待っていました。来てくださいラク様、いつでもいいですよ。立花。さあラク様、あまり待たされると私も恥ずかしいですから。どこにキスするのが正解なんだ。ここは俺も無理に決まってんだろうが。あら、ここまで来てやめるのですか？ああ、当たり前だ。つい雰囲気に飲まれかけちまったけど、俺にそんなことする資格はねえし。すまん小野寺、あと一応打ち解けも。俺はあと少しで最低な野郎になっちまうとこだったぜ。まあ、いいでしょ。未遂とはいえ、少しの間だけでもラク様が私に夢中になってくださいました。それだけで満足ですわ。まったく、ラク様も育児がありませんわね。うるせえ、恋人がいんのに他のやつとキスなんかできるかよ。え、ということは桐崎さんとはもう。ずるいですよ。だったら私にもしてくれたっていいじゃないですか。してねえ
えから変な怒り方すんな。ならひとまずは安心ですね。まあ私もラク様が素直にキスしてくださるとは思っていませんよ。お前俺をからかったな。昔と一緒でラク様は純粋ですね。とっても可愛いです。くそ、純情な男心をもてあそばれたぜ。もう帰る。待ってください。そんな子供みたいにいじけなくてもいいじゃないですか。知らん、これで借りは返したからな。じゃあな立花。やりすぎてしまいましたかしら。本当はちょっとだけ落ち込んでいるんですけどね。一条楽、お嬢を見なかったか。ん？千棘か？一緒に来たんじゃないのか。それがまた巻かれてしまってな。女子トイレは資格が多いから必ず私も同行すると言ったのに。お嬢どこですか。朝から元気だな。